はい、どうも、達郎なゲームズです。はい、今日の動画はですね、得点パターン、一つ紹介していこうと思います。今作は非常にディフェンダーのシュートブロックが強くて、なかなかね、点がね、決まりづらいんですよね、引かれた状態だと。だからね、ご覧の通りね、縦パスから、スルーパス。ただの三角押しのスルーパス。これがね、結構強いんですよね。まあ、やり方は言いますと、まあ、この縦パス入れる前に L1 と左スティックをネイマール、上のネイマールに傾ける。ボール受ける前にね。で、タイミング見計らってスルーパス。で、これでゴール。基本こればっかやってますね、僕は。この形が結構点が入りやすいかなと思いますね。まあ、おすすめなのは2トップでミックスアタック。指示設定はミックスアタック。はい、これもまあ似たような感じでゴール。で、これもボールを奪って縦パス。で、これで走らせる。で、これであとはキーパーと1対1。もうほんと簡単なカウンターサッカー。ペースゲー、足速い選手が強い。今のところ今作はそういった印象がありますね。まあ、これもタイミング見て。ロールでかわしてゴール。まあ敵のセンターバックが早めにね、カーソルチェンジ、先場にカーソルチェンジしてきたらちょっと厄介ですけど、まあ、バレずに行うのがまあポイントかな。走らせていませんよと。はい、これもね、似たような感じで。テイシェイラがほんといいっすね。コスパ良くて。ほんとおすすめですね。これはあれですね。フレーマーで。相手さん、先場、アイコンビリッジ。まあね、ご覧の通り、あんま強くなかったっすね。ほんま、相手さんには申し訳ないですけど。ペース70はきついかなと思いますね。これもボール奪って。結構ね、ここら辺の位置なら簡単に縦パス入れられるんで、結構この戦い方、崩しはおすすめですね。はい、ゴール。まあ、これが最後のゴールになるんですけど、これもボール奪って、早めに縦パス入れて、で、この裏抜け。で、強いテイシェイラ。まあ、そんな感じで今日の動画は以上です。またお会いしましょう。では。